さあメイクデビュー京都芝の 2000m、 今飛び出していきました。ミナデオロいいスタートを切りました。そしてもう一頭のブエナオンダ、人気の一角もいいスタートを切りました。これをかわしまして、早くも11番のクランベリーダンスが先手を奪っていきます。2番手ミナデオロ、それからブエナオンダ、1番ソロから9番のガルバナムです。その内側ちょっと今口を割っているか、6番のコスモモアナです。最内からウィンサマースノー、それからスマートマナリス、後方からはシスコ、一番後ろからマテンローガーデン、こういう体勢になって2コーナーです。先手を奪いましたクランベリーダンス、リードが2馬身ぐらい。2番手には9番のガルバナムです。3番手内内3番のミナデオロ、これを見るような格好で5番のブエナオンダが4番手です。2馬身ぐらい差がつきました。内2番のウィンサマースノー、並んでコスモモアナです。その後ろが2馬身半差がついた。4番のスマートマナリス、内から1番の名将リリー、あるいは10番のホーウォーリムジンがいて、それから7番のシスコ、最後方1頭追走ですが8番のマテンローガーデンです。さあ間もなくスタートしてから 1000m 前半の線は1分1秒で行っています。スタートしてから 1000m は1分1秒。先頭11番のクランベリーダンス、1馬身半のリード、そして2番手ですが9番のガルバナム、少しポジションを上げました川田優がブエナオンダ、その内側には3番のミナデオロ、坂井流星です。そして外目をついてコスモモアナ、あるいは真ん中から1番の名将リリー、内2番のウィンサマースノー、そして1番外は4番のスマートマナリス、あるいは10番のホーウォーリムジンがいて、そして7番のシスコ、こういう体勢になった。さあ第4コーナーを迎えます。外からガルバナムが現在2番手、水色のシャドーロール、そして内側から11番のクランベリーダンス、さあそして黄色い帽子ブエナオンダが3番手から前を追ってくる。さあ先頭は2頭がびっしりだ。内クランベリーダンスか、真ん中ガルバナムか、外から一気に来たブエナオンダ、ブエナオンダが一気に前を捉えてかわす。ブエナオンダ突き放していった。あっという間に先頭に変わったブエナオンダ、2馬身3馬身デビューは楽々、ブエナオンダ快勝。ブエナオンダです。リオンディーズ3区のブエナオンダ、鮮やかな勝ちっぷりデビュー戦。